東出&まつるぎタスク、主演映画の続編やる気満々。2018年6月2日6時0分スポーツ報知初日舞台挨拶に登壇した、左から、町田啓太、森川葵、東出昌宏、新田真剣佑、北村匠海、安住英一郎監督俳優の東出昌宏、30、と新田真剣佑、21、が1日、都内でダブル主演映画、オーバードライブ、安住英一郎監督、の公開初日舞台挨拶に登壇した。自動車のラリーに情熱を注ぐ兄弟の物語。メカニック担当の兄を演じた東出は、無事故、無違反で、健康に初日を迎えられたので嬉しい、と笑顔。一方、天才ドライバーの弟役の新田は、初日に兄貴、東出、に会えて嬉しい。尊敬している、続編にも言及し、あと6回くらいできる。来年のスケジュール開けていいですか？とやる気満々だった。